早いのね。待たせちゃったかしら。そう？ありがとう。そうだけど、どうして知ってるの？そうね、楽しそうだったわ。あれこれやりたいことを並び立ててる時って一番楽しいものね。別にそんなことないわ。まあ、どうしてこうなるのよ、とは思ったけど。言うほど困ってたわけじゃないわ。おかしな方向に話が進んではいったけど、元はといえば私が作曲で行き詰まってるのを何とかしようとしてくれたわけだし、気分転換してリフレッシュすれば曲が作れるようになるかもしれないっていう考え方自体は悪くないと思ったし。ちょっと、どうしてそうなるの？あ、それなんだけど、曲は旅行に行く前に完成しちゃったのよね。みんなと旅行の話をしているだけで十分気分転換になっちゃったみたい。とにかく気分転換は大切だって今回のことで学習したわ。思い通りに曲が作れない時ってピアノの前にいただけじゃなかなか解決しないのよね。行き詰まった状態でいいメロディーが思いつくはずがないもの。曲作りうまくいってないんでしょ？だから今日はリフレッシュしましょう。私がいるって言うのに、さっきから他の子の名前をポンポン出してくれちゃって。覚悟なさい。これから先は私の名前しか呼ばせないから。行くわよ。もうコースは決めてるの。一日たっぷりリフレッシュさせてあげる。